窓からなんか出てきた。マジ？いや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 、はい、はいはい、こういうこと？はいはいはい、あと一個どこにあんの？あった。こんな遊びもついています。任天堂 3DS。 おお、机がぐにゃぐにゃ。おお、いた。相葉雅紀がカードの上にいます。動く。相葉くん、おはようございます。うわ、何これ。俺ですらこんなにポーズ数ないな。ちょっと違う顔もください。お願いします。はい、はい、どうよ。こんな遊びもついています。任天堂 3DS。 これ来月のアイドル誌使ってくんないかな。おー、超出てるじゃん。出るね。こうやったら出るのかな。おー、出るね。 どうなってんだろうって見たくなるね。あー、いいね。来た。おっ、 3D 写真も撮れます。任天堂 3DS。 顔は孫でいい。孫で。チーズ。何見せて俺にも。びっくりした。合体カメラも遊べます。任天堂 3DS。 びっくりした。おお、みんなトイプードルだ。この子と新しい暮らしを始めましょう。ちょっと楽しみだな。おお、来た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 。かわいい。つぶらな瞳だな。おお、目つぶって気持ちよさそう。ところでこの子の名前は考えてありますか？どうしよう。任天堂 3DS で子犬と暮らす任天ドックスプラスキャッツ。ラン。おむいた。すごい。頭撫でて。すごい気持ちよさそう。あ、なんか反応した。あ、寝転がった。これお腹撫でんのかな。お腹を見せるということは安心してるっていうことだと何かの本で読んだ記憶があります。気持ちよさそうな顔してるとき最高にいい顔するな、これ。任天堂 3DS で子犬と暮らす任天ドックスプラスキャッツ。なんか犬飼ってる人の気持ちが分かってきたな。名前迷うな。嵐。日々の生活的な感じなんだな。嵐。何があるわけじゃなくても呼んじゃうな。なんかな。任天堂 3DS で子犬と暮らす任天ドックスプラスキャッツ。子猫とも暮らせます。